でもっと大きな声出さないの。ごめんなさいママ。そんなんじゃ再生回数伸びないわよ。娘を操り人形にした母親の末路。俺の名前はキリギリスミンキー。日本最大勢力のヤクザ、土蜘蛛の組員兼 YouTuber や。今日は選ばれし YouTuber しか参加することのできないイベントに来とる。有名な YouTuber とコラボして再生数をがっぽり稼ぐっちゅう作戦や。さーて、誰と一緒に撮影しようかな。あの、キリギリスさんですよね。そうですけど。わー、嬉しい。いつもチャンネル見てます。ほんまですか？なんか照れるわ。あの、よかったらうちの娘とコラボしてくれませんか？娘さんってあの有名な小学生 YouTuber やんか。そうなんですよ。ほら、挨拶しなさい。こんにちは。こんにちは。かわいいな。一緒にどんな動画撮りたいん？なんや、元気ないな。ごめんなさいね、この子人見知りで。とりあえずほら、あっちでコラボ動画撮っちゃいましょう。はい、コラボ動画。こんにちは、今日は人気小学生 YouTuber とコラボやで。イエーイ。こんにちは。どうしたん？さっきから元気ないけど。ごめんなさい。いや、いいんや。とりあえず自己紹介しちゃってな。私は声が小さいのよ。もっとお腹から声出しなさい。カメラに向かって笑顔で明るく大きな声でハキハキと何か言わせるの。ママ、ごめんなさい。そんなんじゃ再生回数伸びないじゃない。あんたにいくらお金と時間つぎ込んだと思ってんのよ。だけど私、ママに口答えする気？うちに帰ったらどうなるか覚えときなさいよ。ごめんなさい、ごめんなさい。お母さん、ちょっと言い過ぎやないですか？娘さんも頑張っとるし。そういう問題じゃないんです。ちょっと早く涙拭きなさい。いいですいいです、今日は撮影やめましょう。また別の日にでも。イベント終了後、なんかすんごいお母さんやったな。あの子大丈夫かな。こんにちは。今日の企画は再生回数えげつないな。やっぱ人気なんやな。なんと衣装はね、このスケスケワンピース。なんやこの服、こんな際どい服着てもええんか。あれ、ミンキ君にそんな趣味があったとは。どこから出てきたんや。こんなところでそんないかがわしいものを見てたら私に逮捕されちゃいますよ。くっ、天使。こんなところにまで見回りに来るなんて仕事熱心やな。お疲れ様やで。誤解や。これはこないだ会った小学生 YouTuber が上げとる動画なんや。ああ、今何かと話題の。この子も有名な小学生 YouTuber なんやけど、今日イベントで会った時の様子がおかしくてな。どうおかしかったんですか？実は、母親の正体。とりあえず、この子から直接話を聞いてみましょう。なんでや、この子は何も悪いことしとらんのに。落ち着いてください。娘さんではなく母親に問題がある可能性があります。問題？最近お金儲けのために子供に無理やりいかがわしい格好をさせたり過激な企画をさせる親が増えているんですよ。そんなことが。ひどい大人やな。それを確かめるために私がスカウトマンのふりをして接触します。ミンキ君も協力してください。あの子のためや、任せとき。1週間後。まさかスカウトの話がいただけるなんて本当に光栄です。娘さんには素晴らしい才能があるので当然です。まあ才能あるって嬉しいわね。うん、嬉しい。やっぱり様子がおかしい、カゲロウハン。それでは一度娘さんと二人きりで話したいのですが、よろしいでしょうか？もちろんですとも。ほら、行ってらっしゃい。うん。今日は来てくれてありがとうございます。実は聞きたいことがあって来たんです。私に？ママに聞かないの？いいえ、あなたにです。 YouTuber はあなたがやりたくてやってるんですか？え？
それともお母さんに言われたからやってるんですか？今はお母さんがいないので、正直に話しても大丈夫ですよ。私、最初は本当に YouTuber になりたかったの。では今は？今は、やめたい。だけど、やめるって言ったら殴られるから。どうしてママは殴るんですか？私が YouTuber やめたら稼げなくなるからだって。ここまで来るのに大変だったから親孝行しなさいって言うの。いつも殴られるんですか？うん、言うこと聞かないとママはすごく怒って私を何度も殴るの。だからやめたいなんて言えない。そうですか。でも安心してください。私が何とかしますので。それで次の企画なんですが、水着でローションプールなんてどうですか？男の人の反応がいいし。そんなん小学生にやらしたらあかんやろ。そうですね、娘さんの嫌がることはしない方がいいと思いますよ。いいえ、娘がやりたいと言ってるんですよね。うん、私やりたい。不自然な笑顔、絶対無理しとる。ロリコンに需要があるので絶対伸びると思うんですよ。ほら、娘も賛成してますし、そのための撮影や衣装を手伝ってくださるんですよね。はい、娘さんがやりたがっていることであればですけどね。さっき聞いてたでしょ、この子自分でやりたいって言ってたじゃありませんか。ですが、こんな格好したいなんて本心でしょうか？普通嫌がりそうですけどね。私は反対したんですよ。だけど娘がどうしてもって言うから。そうですか、なら仕方ないですね。ミンキ君、今日の企画は？え、企画？今日の企画は、名付けて母親の嘘を暴いちゃおう作戦や。嘘？では、こちらの録音をお聞きください。本当は YouTuber なんてやめたい。スケスケの服とか着たくないよ。だけどママが殴るから。これは、なんで？あなたがお金儲けのために娘さんを利用していたのはもうバレてますよ。違うわよね。ママ、あんたがやりたいって言ったんでしょ。そうでしょ。私、もう本当のことを言っていいんですよ。あなたは私たちが守ります。私、本当は YouTuber なんてやめたい。もうお母さんの言いなりにはなりたくない。何言ってるのよ、ふざけないで。私がどれだけ頑張ってきたと思ってんの。頑張ったのはあんたちゃうわ、この子や。なんですって？金儲けのために子供に無理やり YouTuber やらすなんて最低やろ。あなたに何がわかるのよ。来なさい、帰るわよ。帰らせませんよ。娘さんの証言も取れたので、あなたを強要罪および児童虐待の疑いで連行します。警察？そんな、私は娘さんを深く傷つけたこと、しっかりと償ってきてください。後日。ああ、全然チャンネル登録者数が増えんな。やっぱ美少女とコラボとかせんといけんのかな。じゃあ私とコラボします？でああ、毎度驚かせんといてや。ミンキ君が勝手に驚いてるんですよ。そういえば、この前あの小学生 YouTuber から連絡来たで。そうですか、 YouTuber はもうやめたんですか？らしいで、アカウントも消して今は単身赴任中やったお父さんと一緒に暮らしてるって言ってたわ。安心しました。でもネットに一度載せた情報はなかなか消えないので、今後も心配ですね。かげろうはん、本当は優しいんやな。別に。それより夜勤明けの私を迎えてくれるふかふかのベッドの方が何倍も優しいです。ほんと変わった刑事さんやな。では早速コラボ動画撮るために、一緒に土蜘蛛の裏ビジネスを取材しに行きましょう。ほんまか？かげろうはんとコラボ動画撮ったら再生数稼げそうや。よっしゃ、行くで。操りやすい人だな。女刑事の前では操り人形になってしまう新米ヤクザであった。チャンネル登録と高評価してくれたらすっきー。
俺からもお願いや。カゲロウ班のためにもよろしく。